どうしたもんかな。会社は差し押さえられ、お供は手紙を残し行方不明。株式会社神も落ちたもんだな。さあこれからどうする。お供を探そうにもあてもなく、会社には戻れない。くそ、どうすればいいんだ。お困りのようですね、元社長。その懐かしの声、お前はチャーリー。どうしてお前がここに。俺はお前を解雇したはずだ。新人社員ナイスすぎんねんけど。テチテチ。確かに私はクビになりました。パワハラはするし、裸で変態だし。いや誰が変態や。がしかし、苦楽を共にし世話になったことは間違いありません。だから社長、今度は私が手助けする番です。チャーリー、この現状を、現状を変えたい。よし、ついてこれるか。行くぞチャーリー。 Yes, my goodness。ベリオ、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 ロス、あ、サブ。さあ、というわけで、昨日はね、ボコボコにされたんですけど、さすがに、お供一匹おれば、さすがに勝てるんじゃないかと、そういうふうに思ったんでね、うん。この、あ、危ない。この企画をやっております。だからね、今回は、かつては苦楽を分かち合った、チャーリーに、助け立ちしていただきたいなと。おい、よいしょ、危ない。ということで、ベリオロスさんですね。ダブルクロスでは戦うの初めてやけど、まあ、いけるでしょっていうね。うん。ジャストガードも決めてやりますよ、初めてでもね。はい。悪空間みたいな攻撃も、いっぱい受けてきたから。はい、大丈夫。おりー。はい。さあ、どんな攻撃をしてくる？あ、そればっかり好きやなぁ。怒るか。いや、オッケー。早い。もう怒らせる。で、今回は、うるれ。そう。勝てないんだよな、君は。俺はもう、昨日のようなお釣り方はしない。うるれ。やっちゃ、チャーリー？チャーリーいない。助け求めようとしたら、まさかのもう死んでいた。早いくたばるのが、さすが、ブランクは、否めないか。よっしゃ。さあ、一回フルバーストぶっ放して、あとは流撃砲かな。うん。うわ、またや。よっしゃ、絶対回避できへんねんな、この時な。ナイス、チャーリー。おーいと、あれ、お前、中世、この野郎、よくもやりやがったな、てめえ、この野郎。俺が今、喋ってたところじゃないか、この野郎。よりゃ、うらやま、マジか。チャーリー、一回被弾しただけで暗いしすぎやって、お前。さっき半分ぐらい食らっとったからな、一被弾。大丈夫か、それ。はい、それはありがとう。フルバース。あら、入ってないか。当たってないけど、ええわ。いやー、もうチャーリーがもう、終わってもうた。早いって、マジで。実質一人みたいな。よっしゃ、入った。はい、あ、チャーリー来た、チャーリー待っていたぜ。いきなり食らってもうとるから、おい。うらうわぁ。ちょっと、チャーリー早い。もう行く？よっしゃ、おら来いよ。いや、それはちょっと待って、そういう攻撃。はい、よっしゃ。さあ、もう一回フルバ打って、今度さ、流撃砲。おれ、ヘルヤ、いや、絶対だ、くっそ。だが、しかし、舞台は整った。流撃砲をぶっ放してやるぜ。あ、今チャンス、大チャンス。はい、こっち向け。はい、見た。あるー、よっしゃ、オッケー。へし折った、その出っ歯。オッケー、これでお前ご飯食べられへんくなったやろ。よっしゃー、ほら。もっとかかってこいよ、これ。
いや、そうそうそう。あ、待って、おーっとっと、チャーリーさん。チャーリーさんはどこだ？あ、チャーリーどこ行った？え？逃亡したもしかして。おっしゃ、おっしゃ、お前お腹空いてる。疲れてる。いや、ご飯食べられへんやろ、その歯じゃ。お前、まさのりやねんから、奥歯もないやろ、おい。はい。よっしゃ。オッケー、いけるか？フルバースト。あー、マジか、今ので、オーバーヒートする？もしかして、砲撃術つけてない？忘れてる俺。はい。よっしゃ。おら。いけ。ぶち込め。おら、そろそろ怒るんちゃうかい。痛い。そろそろ怒るやろ、おい。お、オッケー。まだ全然チャンスある。おら、痛い。そんな壁使って攻撃してくんの？ほんで、しかも怒ってくるし、おい。さあ、めちゃくちゃ相手のペースや。さあ、反撃に転じないとな。どっかで。よっしゃ！あ、チャーリー！追い切りになられた！よっしゃ！ちょっと待って。頭の上になんか乗ってるって、おい。カツラ被ってんのか、お前。ちょ、集中できへんって、お前。それは集中できへんって、お前。何それ？ちょ、一人戦国時代おんねんて。一人だけ時代が違う。剥がれる、ちょっと待って、ね、いや、さすがに今のはあかんって。さっきのはやられたわ。ガチで反則技使ってきたわ。なあ、それは負けてもしゃあないよな、今のはな。うん。よっしゃ。よし、顔面ぶちか。よし。しゃあ。よっしゃ。おらおら、ちょんばい。危ないんじゃ、ポケ。よっしゃ、オッケー。うまい。はい、来てー。はい。お湯はですね。はい、お湯は尻尾向かでー。はい、お疲れー。いやー、久しぶりに、猫身を襲う時がやってきましたね。はい、朝だ。おはよう。はい、よっしゃー。明かり固定できましたよと。うん、こうなることは予想できていた。ほんで、あるいー。はい、お疲れ様でしたい。たいー。もっかいやが、もっかい、よっしゃ。あ、それは危ないね。はい。おしまいだ。ありがとうございました。よっしゃ。あら、じゃ。さあ、終わらせてやろうぜ。ベリオロスよ。かかってきな。俺に胸を貸すつもりで、全力で飛び込んで来い。さあ、来いよ。すべてを跳ね返してやる。あ、くそ。ほら、わかりやすい攻撃してこいよ、わかりやすい攻撃。来た、そういうの。はい、なんで外すねん。ほい。来たー、あ、それ、よし、ありがとうございました。うりゃ、たーしゃい、ありがとうございました。はい、というわけで、2オッズした割に17分は早くない？なあ。やっぱり、お供ってすごいんだな。っていう風に思いましたね。はい。というわけで次回は、とうとう奴が現れると思うので、楽しみにしておいてください。それでは、ありがとうございました。